ね、あのすごい投手を見たら、これはひょっとすればね、まあ、鶴田選手もね、やられる可能性もあるなと、すごいタイガーマスクのあのファイティングスピリットです。ハンセン起き上がった、ハンセン起き上がった、飛び込んだ、すごい勢いで場外推進だ、すごい勢いで場外推進だ、相手はやはり天竜だ、一瞬脳震盪状態を起こしておりますけれども、さあ大荒れの秋田市立体育館、また一回か、ハンセン再び引っ返ってまいりました。ハンセンと天竜、ハンセンと天竜、すごい勢い、ハンセン引っ返った、椅子攻撃、天竜まともに正面から北山あたりがこの一発で切れたでしょう。場外であります、場外乱闘になってまいりました、ハンセンと天竜。しかしちょっと気になるのは、時間にしてそうですね、30秒以内は倒れてましたね。そうですね、しかしね、あのね、はい、ダウンの後ね、はい、怒ってますね。馬場さんが言われるように、この回復力はもう本当にすごい。まだ場外での乱闘が続けられておりますが、放送時間の方はあと5分でこの秋田市立体育館からお別れでございますけれども、もう永遠と場外乱闘が続けられております。4人の選手の激しい争い、4人の選手の激しい争い、さあ結果はどうなるんでありましょうか。またゴングの、ゴングは今上樋口レフリーが場外からゴングを要求しているようだ。どうやら両軍ユガオと痛み分けのような、そういう雰囲気にもなってまいりましたけれども、さあすごい場外でスタンハンセンが天竜に思い切って張り手を打ち込みました。すごい勢いで張り手を打ち込みました。そしてもう本当に天竜一人をやっつけています。放送席にはジャイアント馬場がいますが、ジャイアント馬場の放送席にすごい勢いで殴りかかるスタンハンセン。スタンハンセンが放送席を壊しました。猛威を振るいます、ハンセン旋風でありますが、いや、ものすごい暴れっぷり、どうやら両軍リングアウト、両軍リングアウトというような判定になっているかと思いますけれども、勝負が両軍リングアウトでいいんでしょうね。そうですね、しょうがないですね。しかしね、はい、壊されました。本当に怒り狂ってますね。怒り狂ってますね。やはりね、あの、はい、彼にとってはやはり屈辱のノックダウンということですからね。本当ですね、まあ、完全にキングの上、マットの上で30秒以上は天を仰いでおりましたからね。そうですね、はい、結果は両軍リングアウトということになりますけれども、今夜は秋田市立体育館からの実況の待ち受け、まだ放送時間は余っております。結果の方は、結果の方は両軍リングアウト。さあまた両軍リングサイドで大いにやり合っておりますけれども、さあ馬場さん、今日のあのスタンハンセンがリングの上で30秒以上倒れ込みましたけれども、あれどう見ますか。これはね、天竜のエンジンがね入ったんですよね、はい、ですからね、まあ、うずうず意識はあったんでしょうけども、はい、自分のところに誰もカバーに来ませんでしたからね、まあ、脳震盪を起こしながらも、はい、休んでたって変ですけどもね、完全にあのエンジン切りが効いたということですね。そうですね、はい、そうですね、放送席のジャイアント馬場さんもそういう風に見ましたけれども、ということは 3.9 横浜決戦でこの試合も 3.9 横浜で、はい、ですね、スターハンセンが放送席になだれ込んでまいりまして、解説の山田隆さんに八つ当たり、ものすごい勢いで八つ当たりでありますが、さあ来週の放送もう一回ご案内いたしましょう。